こんにちは、皆さん。スプレーアートエデンのベロちゃんです。こんにちは。今日は旅してて東京駅に来ました。外国人から見るとどういう反応っていうか、どういうインプレッションがあるのか動画を作りたいと思います。まあ東京駅は綺麗じゃないんですが、綺麗だけど、なんていうの、外国人から見るとなんかびっくりする。日本のイメージはいつも通り、まあ、神社とか侍、芸者とかそういうイメージがある。これはメイン、なんていうの、メイン駅じゃないんですか。まあ、成田から来るとみんな東京駅に来るし、新幹線に乗るためにもここに来るでしょ。アメリカかヨーロッパっぽいの建物ですよね。だからそれちょっとびっくりするね。東京駅、東京メイン駅なので、なんかヨーロッパっぽいっていうことはちょっとびっくりするけど、まあ普通に綺麗だと思います。それだけは疑問ですけどね。まあ、楽しいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあまた今度。ありがとうね。じゃあね。